人類の未来のためだ。精子を分けるな。規則に反するものは排除だ。精子を分けるのは立体機この拠点少々汚れていますね。それは重大な問題だ。早急に取り掛かるぞ。さっき言われた場所掃除しておきました。ああ、見てくる。次はここをやれ。まだ続けるのか。これが兵士の仕事かよ。おいエレン、なんだあれは。はい。お前掃除をなめてるのか。塵が一つでも残っている場所で気持ちよく休めると思うのか。塵一つ、何もそこまで。例えばお前が掃討作戦に参加したとする。巨人の生き残りが 2,3 匹なら作戦成功と言えるのか。いえ、それは。分かったら全てやり直せ。心臓を捧げる覚悟できて。うん。ウォールマリアが突破されて5年か。ああ、時が過ぎるのは早いものだ。あの頃はまだエルビも分隊長だったのに、今や団長だもんね。私の他にも団長となりうる人材はいたはずだが、皆巨人の犠牲となった。彼らだけじゃない。この5年間で実に多くの兵士を失った。それを無駄死ににさせないためにてめえがいるんだろうが。そうだよ、彼らの死は無駄じゃない。この5年で巨人の研究も随分進んだんだよ。ウォールマリアの奪還にはさらに時間と犠牲が必要だ。みんなこれまで通りついてきてくれるか。今さら何を言ってる。まったくだ。私ももちろん付き合うよ。だからさ、エルヴィン、調査兵団全体でもっと巨人の捕獲に力を入れてさ。その提案は却下だな。
取り逃がした獣の巨人の行方を追っていたチウォールローゼ郊外の城跡まで進出していた。古城か。ミケ分隊長、あれは巨人にやられたんだな。あれ、でもなんで立体起動装置をつけてねえんだ。馬も殺されてる。巨人は馬に興味はないはずなのに。普通の巨人はそうだが、あの猿はどうだろうな。剣を抜け。え？巨人の群れが近づいてきている。それにあの巨人もいる。獣の巨人ですね。ああ、これはチャンスだ。ここで決着をつける。デミエ班出発しました。うまく別動班が逃げ道を封鎖してくれれば、ここで獣の巨人を仕留められる。さあ戦うぞ。俺たちは奴らをこの城跡に誘い寄せる。誰か手の空いてる奴がいれば。狙う。任せて。
狙う。クソ、こんなところで死ぬわけにはいかねえだろう。ああ、ライナー、一緒に故郷へ帰るんだ。南東と南西の道を封鎖しないと。俺がおとりになって投石を引きつける。その間に他の巨人を倒せ。獣の巨人め、そんな石取るが当たるか。当てられるもんなら当ててみやがれ。またお前はそうやって真っ先に。ダイヤ、死ぬなよ。道の封鎖を支援しろ。獣の巨人が気づく前に退路を断つ。無縁弾、ヤバいってことだよな。ユミルが巨人に狙われてる。私が助けないと。展開できねえ。早く巨人をやっちまわねえと。助かった。ここは確保したぞ。よし、急ぎ迎撃態勢を整えろ。防衛線を破られるな。ここで騒いでのサシャか。また恩を売るいい機会かもな。くそ、
狙いが合ってきやがった。これ以上は投石を引きつけられねえな。危なくなったら私が駆けつけるから教えて。新手の巨人また来ます。ジャン落ち着けよ。味方と協力するんだ。時間がかかりすぎた。急ごう。いつ獣の巨人に気づかれるかわからないよ。Okay.
ければ勝てない。かっさばいて、もう一押し、もう一押し、狙う、じゃない。感謝する。やっ、潰す。
ぞ。獣の巨人を逃がしたか。鎧の巨人出陣、全員体勢を整えろ。獣の巨人を仕留めるのは諦める。今は目の前の鎧の巨人に集中しろ。次は討伐数を稼ぐぞ。各兵団の精鋭たちによる必死の活躍により、ウォールローゼ内地に現れた巨人たちはあらかた撃破された。しかし
内地に現れた巨人の謎はついに分からず、兵士たちは言い知れぬ不安を抱えたまま町へ帰還した。兵長、奴らを逃がしたまま帰還してよかったんでしょうか。見つけて殺すまで壁内をさまよいたいならお前だけそうしたらどうだ。壁に穴は開いてなかったということは、奴らは壁を自由に越えられる可能性が高い。だとすれば向こうから現れてくれるのを待つしかないということですよね。ああ、壁内に現れた普通の巨人たちは壁を越えられないと思うけど、うん、そこが不思議なところなんだけど。今の音、まさか。エレン、クソ。ガキども、ぼさっとすんな。巨人どもをただ眺めるのがお前らの仕事か。この世界を地獄に変えたのはあいつらだ。駆逐してやる。また繰り返すつもりなのか。今は感情的になっている場合じゃない。とにかくこの街で止めないと。超大型巨人が動いた。オート側の壁も壊すつもりなのか。そうなれば人類の活動領域を致命的に狭まる。何としてもここを死守するんだ。体中の部位を削ぎ落とす。よし、今が攻撃のチャンス。超大型とはいえ巨人に変わりはない。まずは足を崩して動きを止めるんだ。私は例の兵器を準備するから目標地点まで援護してくれ。分隊長、手伝います。超大型巨人の体勢が崩れた。今なら胴体部分にも攻撃が届くぞ。攻撃してくるわ、避けて。戦わなければ勝てない。準備ができたよ。これで超大型巨人を狙うんだ。超大型巨人が手をついたぞ。状態を支えきれなくなったようだ。救援要請。浅いか。もう一度狙う。くそ、全身から熱い蒸気が。身を守っているのか。さっきの攻撃は致命傷じゃなかったはず。ねえ、うわ、蒸気が邪魔で近づけない。こいつはきっとまた移動を再開する。その時にまた攻撃を仕掛けよう。
死に効く鎧の巨人か。注意しろ、波の巨人とは比べ物にならん。誰か目標地点まで援護してくれ。
援軍、ちょうどよかった。力を貸してください。砲台を使えれば数を減らせるかもしれないが。お前ら無事だったか。援護を頼む。劇場の固定砲台を使いたいんだ。よし、準備完了だ。超大型巨人め、いつでも来やがれ。戦わなければ勝てない。また巨人が移動を再開したぞ。あの蒸気はそう何度も使えないだろう。今度こそ奴を倒すぞ。体が苦戦している。行かないと。まだ生きていたか。力を貸せ。液状の固定砲台を使って巨人を撃つ。違う巨人が現れた。私が。相手が何だろうと、私は倒す。終わりじゃない。
まだ中身がその辺にいるはずだ。巨人の体をまとっていた野郎が。よせ。兵長、なんで。トロストクで奴が消えた時と同じだ。中にいた奴は用意していた立体起動装置でもう遠くへ逃げているよ。卑怯者が。来たねえぞ。エレン、あと一歩で。お前のやるべきことはその時々の感情に身を任せることか。足りねえ頭でよく考えろ。お前がこれからできることをな。本部へ戻るぞ。
戦わなければ勝てない。人類の未来のためだ。はあ、はあ、こんな日はお肉が食べたいですね。おいおい、芋の間違いじゃねえのか。だな、サシャといえば芋だろう。もちろんお芋は大好きですよ。ふかしてもよし、煮てもよし。ですが、肉の魔力には勝てません。シチューにステーキ、ソーセージ、燻製メンチにカツレツ、調理法もよりどりみどり。この世で一番おいしい食べ物、それがお肉です。こいつの話を聞いてると腹が減ってくる。美味しいだけじゃありません。食べたお肉は私たちに力を与えてくれます。その力があれば巨人から領土を奪還できます。領土を奪還すればまた鳥やイノシシなどの獲物が増えます。そうすればさらにお肉が食べられる。素晴らしいじゃないですか。お肉で世界は回る、つながっているんです。なあ、サシャが何言ってんのか分かんねえんだが。それは俺がバカだからじゃねえよな。ああ、俺にも分からん。もう我慢できません。上官の食料庫からお肉を取ってきます。サシャ、おい待て、やめろ。行こう。あいつだ。くよ
くの陣形が乱れている。索敵の取りこぼしか。右翼へ向かうぞ。捕らえた。飛行士もいるんだ。手を貸してくれ。ここで食い止めないと陣形を崩される。頼んだ。捕らえた。やつと追ってこない。飛行士だ。俺が注意を引く。その間に仕留めろ。先輩たちが引き止めてる間に仕留めないと。僕だってやれるんだ。散らしてやる。戦わなければ勝てない。やったか。だがまだ嫌がる。今日はついてねえ。蹴散らしてやる。もう一押し。次。狙う。頼んだ。もう一押し。次。次。蹴散らしてやる。無事だな、アルレルト。隊列に戻るぞ。了解です。それ狙う。あいつ誰かを探してるのか。もしそうだとすれば、今は考え事してる時間はねえぞ。このままじゃ司令班まで潰されて全滅だ。まだ奴の気を引いて撤退までの時間を稼げる。力を貸せ。分かった。増援を出す。陣形を崩されるな。
それ、苦戦してんのか、まずいな。巨人が邪魔で補給物資が運べないよ。補給班だ、助けるぞ。戦わなければ勝てない。助かった、本体からの補給物資だよ。あんたたちも使って。飛行士か、仕留めるぞ。さばいて頼む。救援要請か、待ってろ。狙う、知性のある巨人が出現しました。なんとかしないと陣形が壊滅します。そんな奴ら、行くと分かった、先回りして罠で足止めする。生きられるのか、勝負する。索敵が機能してない。右翼は何してる。少しでも戦力が欲しい。あの班にも加勢を頼んでみるか。知性がある巨人が現れたんです。足止めしないと陣形が壊滅します。なんだって。よし、俺たちが罠を使って止めてやる。巨人が現れたのか。手を泣きそうだな。後方とかにいるはずだ。僕がこんなのを倒せるなんて奇跡だ。
助けなきゃ。
作戦の実行に移る。 Yeah.
私はまだ生きてる。私は決して負けない。訓練兵として鍛えられている頃は何度もくじけそうになったけど、無事卒業できてよかった。女神クリスタだからいいが、そのセリフ他の成績10番以内のやつが言えば嫌味に聞こえるぜ。そんな、そもそも私よりあなたの方が10番以内にふさわしかったのに。馬術はともかく立体機動術なんてあなたの方がずっと。私は他の連中と協力するのは性に合わないからな。単独で突っ走ってたのが減点されたんだろ。そう言うけど、私のことはよく助けてくれるじゃない。いつかの町への巨人襲撃を想定した訓練の時も、私たちの班は随分遅れを取っていたけど、終盤であなたが頑張ってくれたから。別にお前のためじゃねえよ。班の連中に恩を着せようと思ったんだ。あいつらには後でたっぷりと礼をさせてやったさ。もう私にはお礼も言わせてくれないんだから。でも今だって同じだよ。巨人と戦うのは怖いけど、あなたと一緒ならなんとかなりそう。はいはい、私はこれからも女神クリスタにお仕えしますよ。なもうまたふざけて。でも頼りにしてるね。最後に勝利するのは俺たちだ。行こう。
をつける。必ず。救援要請。切ることは許されない。人類の恨みこんなものじゃないんだから。もう一つ分かった。次蹴散らして次あの動き普通じゃない。次は果たした。一時撤退する。ここが正念場だ。必ず勝つぞ。承知した。向こうで救援を求めているんだ。次カッサバイテお願いします。救援要請。
してやる。もう一つ捕まえて、勝つため私は戦い続ける。早い、さすがだな味方は。間に合ってよかったです。研ぎ落とすこと、それが私の特技。いい馬、神経の中で一番優秀なようだ。
潰す。かっさばいてやる。作戦開始！
僕には何ができる。討伐数を稼いでやる。さあ、戦闘開始だ。存亡の命運は今この瞬間に決定する。問題ないな。心臓を捧げよう。さあ来い。アロエブラスト救援要請か。行くぞ。やるぞ。
巨人に屈しない。すっかり鈍ってると思ってたが、腕は衰えてねえようだ、エル。やるぞ。指示通りで動け。相手が何であろうと、了解。私は倒す。このまま行く。指示通りで動け。指示通りで動け。了解だ。指示通りで動け。了解。問題ない。新兵の手に余る。やるか。さあ来い。指示通りに動け。Yeah.
この勝利は人類にとって大きな前進となるだろう。みんな、よくやった。勝利、帰還する。アルミ、大丈夫？怪我してない？平気だよ。まあ、足手まといにならずに済むなら多少の負傷は。よかった。怪我がなくて本当によかった。神様。おい、アルミ、目の焦点が合ってねえぞ。ジャン、あなたは大丈夫？怪我はない。それより喉が渇いちまったな。少し我慢してね。後で水を持ってくるから。女神。水ぐらい自分で汲みに行かせろよ。ライナー、前線に出てたよね。平気なの？問題ない。少し手を切ったくらいだ。放っておいたらダメだよ。道具持ってるから手当てするね。結婚しよう。たく、こいつら私のクリスタを変な目で見やがって。戦闘開始だ。了解です。
我々は戦う。さすがだな。あれが精鋭の戦いか。さあ来い。なっちまったな。普通のことをしただけだ。兵士としてな。問題ない。向こうで救援を求めている。さあ、指示通りに動け。わかりました。指示通りに動け。了解です。かけさせちゃうか。たまたま近くにいたもので。了解。やるぞ。また苦戦してやがる。了解だ。指示通りに動け。人類は巨人に屈しない。好きな。さすがは先輩ってわけか。さあ来い。指示通りに動け。わかりました。指示通りに動け。了解。
すみません。ご迷惑を。いや、君も勇敢に戦っていて。巨人は神兵の手に余り、やるか。勇敢な働きに敬意を表する。退くわけにはいかない。俺が憲兵団の上に立ったら団員の不正は許さない。税をちょろまかしたり市民の土地を奪ったりはさせん。すごいマルロ、あんたはそういうやつだもんね。とにかくな、死ねとは言わん。だが恥を知ってもらう。理性がないってことはところ構わず排便する動物と同じ。お前はマルロだったか。なかなかのご高説だな。ナイルス団長。すみません、このバカが生意気言っちゃって。マルロ、上を目指すのは結構だが、お前も俺の地位につけばわかる。師団長ですら自分の思うように動けるわけではない。上に与えられた仕事をこなすだけの存在だ。師団長、それでも自分ならやれると信じています。この世界の不正を正すことなら俺は何でもやる。クソ真面目なやつだ。だが俺も若い頃はそんな熱意を持っていた気がするがな。お前の目指す道は平坦じゃないぞ。その覚悟があるなら好きにしろ。はい、師団長。こういう空気苦手。
最後に勝利するのは俺たちだ。さあ、戦闘開始だ。人類存亡の命運は今この瞬間に決定する。心臓を捧げよう。このまま行く。次だ。指示通りに動く。了解です。向こうで救援を求める。このまま行く。指示通りに動け。どうもありがとうございます。心臓は一つだ。死に時を見誤る。勝利、突撃開始。このまま行く。指示通りに動け。了解です。行くぞ。次だ。やるぞ。指示通りに動け。了解です。捕らえた。突撃開始。行くぞ。
救援を求めている。
この勝利は人類にとって大きな前進となるだろう。みんな、よくやった。退くわけにはいかない。死に急ぎ野郎と一緒に出撃するとこっちの命まで削られる気がするぜ。そりゃ誰のことだ。心当たりがあるならそれで合ってるよ。飽きずによくやるよ。ジャンはそいつより麗しきミカサと一緒に出撃したいってことだろ。はあ、黙ってろよ。なあジャン、死に急ぎ野郎なんて名前のやつはいないと思うんだが。お前も黙ってろコニー。そうだ、面白いところなのに黙っていてくれバカ。しかし疲れたな。どうせ同行するならいざって時頼れるやつがいいぜ。それには同意するけどな。そうだね、例えばライナーとか。ふん、誰かさんは今だっていつもライナーとべったりじゃねえか。それ誰のことだい。ああさあな。なあジャン、誰かさんなんて名前のやつはいないと思うんだが。もういいよコニー。さあ戦闘開始だ。Yeah!
襲。このままで、こっちに増援をお願いします。落ちたな。さあ来い。もうダメかと。ありがとうございました。いや、君も勇敢に戦っていて。わかりました。してんのか。まずいな。行くぞ。指示通りに動け。了解です。倒れた。行くぞ。この辺で作戦に取り掛かるか。指示通りに動け。了解です。行くぞ。指示通りに動け。わかりました。注意が必要だ。手間取りそうだ。行くぞ。
諸君らの活躍がなければ巨人の侵攻を許すところだった。さあ来い。
進撃は止まらない。神よ、さあ、戦闘開始だ。
助かりました。感謝します。任務を続けてくれ。憲兵団の働きにも期待している。この辺で作戦に取り掛かるか。総理、突撃開始。倒れた。勝利のため、我々は戦う。あんな人こそ上に立つべきだ。落ちた。俺が上に立ったら、憲兵団に救うクズどもに給料分きっちり働かせてやるぞ。さあ来い。お世話様です。心臓は一つだ。死に時を見誤るな。あの縁だ。救援要請か。行くぞ。指示通りに動け。了解。今は仲間と合流すべきだ。総員、突撃開始。訳が違うってことか。倒れ。さあ来い。
来い。行くぞ。捕らえた。指示通りに動け。了解。世話になっちまったな。兵士としてこれぐらいは当たり前です。さあ来いだ。行くぞ。問題ない。死んだ者たちに報いるため立ち止まるわけにはいかない。さすがですね。経験の差ってやつですか。諸君らの活躍がなければ巨人の進行を許すところだった。これが人類の力だ。
人類の未来のためだ。やれやれ。上場かの。戦闘開始だ。救援を求めているが、私に続く。俺も行きます。心臓を捧げよう。私も行きます。心臓を捧げよう。私も行きます。
ありがとうございます。いや、君も勇敢に戦っていたよ。突撃開始。味方が苦戦している。行かないと。勝利に一歩近づいた。私だって戦うよ。
くよ。
んだね。どうだ、まずいな。誰か加勢してくれ。当たった。なんとかなってよかった。危なかったかも。負けてらんねえ。一番多く巨人を狩るのは俺だ。この調子なら勝てるはずだね。
願いじゃん。私が相手してあげる。これでみんなに褒めてもらえるよね。作戦完了しました。